はい、皆さん聞こえておりますでしょうか。大丈夫ですか。ありがとうございます。3時から始まりましたテーブルトーク回の、回数を重ねまして、ついに、最後のプログラムに入っていきたいと思います。最後は、クロージングということでですね、今後の展望と事務連絡について、ご案内をさせていただきます。今後の展望につきましては、またですね、世田谷区市街地整備課の方から、ご案内をさせていただきます。お待たせしました。すいません、もうギリギリまでですね、テーブルトークがずっと休憩も挟んで繰り広げられていて、ちょっと準備が出遅れてすみませんでした。皆さん本当にありがとうございました。本日まちづくり会議の活動紹介者の皆様との情報共有。意見交換はいかがだったでしょうか。テーブルトークの中で活動紹介者の方からいただいた全体チャットですとか、あと全体配信でいただいたご意見っていうものはこう聞いて捉えていきながら、また世田谷区のブース私従事させてもらいましたので、そこでの皆様からいただいたご意見っていうのを聞いている中でですね、もう改めてこう街づくりをこう自分ごととして捉えているっていう方がこう三軒茶屋にいかに多いか、まあ、今参加している方、まあ、区の職員なんかも入ってますが99名途中で100超えてるところもあって、本当に多くの方がいらっしゃるんだなっていうのを認識しました。ここから世田谷区からですね、まあ、計画策定など今後の展望についてご報告させていただきたいと思います。スクリーンが今ちょっと映ってないんですが、スクリーンはデータ映せますかね。鈴木さんいかがですか。失礼します。見えますかね。出ました、ね。大丈夫ですか。すみません、ありがとうございます。少しお待たせして失礼しました。こちらが今現在作っている街づくりの基本計画の体系表になります。で、一番左側に、2019年に有識者の皆さんと区の考え方として作った三軒茶屋駅周辺の街づくり基本方針、その中の、街のビジョン、三茶クロッシングっていうものと、あと3つの方針ですね、伝える、つなげる、育むというふうにひらがな4文字で整理した3つの方針、これがベースとして三軒茶屋のまちづくりの方向性を打ち出しているものです。そこに、皆さんからまちづくり会議やシンポジウムでいただいたご意見を踏まえて、先ほどご説明をした、9つのテーマとそれに即した未来像で、現在まだ皆さんのご意見を聞きながら作っている途中ですが、それを実現していくための取り組みというふうに体系立てて、今検討を進めているところです。で、本日ですね、また皆様からご意見いただいておりますので、本日を含めた3回のまちづくり会議を、でいただいた意見、また区の施策等もですね踏まえて、未来像を実現していくための取り組みを作成しまして、計画の素案として取りまとめてまいる予定です。また続いてのスライドになりますが、三茶の未来には計画策定以降のロードマップとして、まちづくりをこうどのように進めていくかという推進体制の構築も盛り込んでいきたいというふうに考えています。何回もこうお話ししていくところではあるんですが、まあ、今日のまちづくり会議でやっぱ改めて実感をいたしましたが、こちらの絵にあるように、こう普段つながる機会が少ない、こう例えば、こう個人の方とか町会や商店街さんっていうのは区とも関わりが深くてよくお会いする機会も多いんですが、やっぱ一般で個人の方だったり民間の企業の方っていうのはなかなかこうお話しする機会っていうのは作れてない状況かなというふうに思っています。
ただこういう形でですね、三軒茶屋に関わりがある、三軒茶屋に興味があるっていう方が一堂に会してですね、お話をすることで、いろんなアイデアや、こう、今取り組んでる取り組みが、新しいものに変わったり、今ある取り組みが、より進んだりっていうふうになっていくことの可能性があるんじゃないかということを、思っています。ですので、こうしたまちづくり会議のような機会、またこうした場がですね、引き続きですね、継続的にあるというところが、三軒茶屋駅周辺のまちづくりを進める上で必要なんではないかというふうに考えています。まあ、現在は、このまちづくり会議、世田谷区で設置運営させていただいているところなんですが、こうしたですね、皆さんとですね、まちづくりの担い手になっていただいて、担い手同士をつなぐ機会っていうのを、どのように持続的に運営していくのかっていうのを、体制としてどういうふうにやっていくべきか、皆さんともお話しながら、区としても考えていきたいというふうに思っております。本日のまちづくり会議でアンケートもお出しさせていただきますので、ぜひ回答いただきまして、引き続き三軒茶屋のまちづくりに一緒に関わっていただけたらというふうに思っております。今後の展望といたしましては、世田谷区からは以上でございます。ありがとうございました。はい、渡辺さん、ありがとうございました。はい、名残惜しいですが、まちづくり会議もフィナーレに向かっております。最後、事務連絡の、ご案内でございます。本日のまちづくりの様子につきましては、全体配信モードのみですが、世田谷区の公式 YouTube チャンネルにて配信を予定しております。ぜひ、アーカイブとしてご覧いただけますと幸いです。また、前回同様、会議の様子は、まちづくりニュースとして発信いたします。今後また、市街地整備課のホームページにてご案内をさせていただきます。また、今後まちづくり会議にですね、ご参加いただいた皆様には、世田谷区のまちづくりに関する情報などを、メールで配信予定でございます。最後に、このまちづくり会議のご意見、ご感想、ぜひ伺いたいので、アンケートのご協力をお願いできますと幸いです。また、メールでもご案内させていただきますので、ぜひご協力のほどよろしくお願いいたします。はい、長丁場となりましたが、皆さん、本日のまちづくり会議はいかがでしたでしょうか。ぜひですね、ジェネラルチャットの方にですね、簡単に感想等もですね、お聞かせいただければと思っております。最後ですが、いくつか、団体さんにですね、お声かけをしてみましょうか。ランダムで、選んでしょうか。登壇の依頼を、ポコポコ出してみようと思うんですけど、よいしょよいしょ。よ、団体さん言ってるのか。皆さんアクセントありがとうございます。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。惜しかったです。もし登壇したい人いたら手を挙げてくださいね。ぜひ皆さんいかがでしたか？ありがとうございます。皆さん今日はいかがでしたでしょうか？簡単に感想を聞かせていただければと思います。はい、じゃあ、お願いします。お願いします。栄通り商店街を運営してます、三軒茶屋商店街振興組合の合同と申します。今日はですね、そんなにすごい多くの方とコミュニケーションを取れたわけではないんですけども、その中で、少ない、コミュニケーションなので、結構密なコミュニケーションが取れまして、こちら側としては、その、
まあ、お客様、ユーザー様がその商店街に何を求めているのかとか、あともっとこう、来たくなるような商店街ってどんなことをやったらいいですかとか、あとは、なんかこう、商店街の新しい形ってどういうものありますかみたいな、なんかそういう、話をお伺いできて、まあ、商店街としても、これから、やっぱり、その世代交代もあったりだとか、まあ、あとは、そう、どうやって、こう、人手不足を解消するかっていうと、結構、様々な問題点を抱えているんですけども、そこをなんとなくこう、クリアしていく、ちょっとした、アイデア、ヒントっていうのが得られたのかなとは思っているので、すごい、有意義な、会だと思いました。ありがとうございました。ありがとうございます。日野電力の山下さん、一言いただけますでしょうか。はい、皆さんいろんな方々から普段ご意見をいただくことが少ないので、やっぱりそういう実際にお話をさせていただく場っていうのはとても大事だなって、そこがまあつながりというところだと思うんですけれども、今後もですね、もっともっとつながっていけるように、こういった取り組みに参加、積極的に参加させていただくことももちろんですし、事業の面でももっともっと三茶の皆様にお役、世田谷区の皆様にお役に立てるようにちょっと頑張っていきたいなというふうに思っております。本日はありがとうございました。ありがとうございます。あ、マイク。私のマイクの調子が悪くて、どなたか進行のパトンタッチ。市街地渡辺です。三茶バークの千田さん、お願いできますか。はい、コワーキングスペースの三茶バーク運営してます、千田と申します。いや、今日本当に思っていたよりもというと失礼ですけど、楽しかったです。で皆さん結構参加してくださった方がやっぱすごい積極的というか、それぞれいろんな思いで参加してくださっていて、で、なかなか普段こういる空間では接点のない方々が会えたのがすごい面白かったなと思います。で、実際なんかやろうみたいな話に数件なりましたので、なんかここがきっかけだったよっていつか言える活動を生み出したいと思ってます。本日はありがとうございました。ありがとうございます。じゃあもう続けてガンガンいっちゃいましょう。5時までですもんね。はい、国士舘大学の西村先生、お願いします。はい、皆様お疲れ様です。今日はありがとうございました。ました。初めての参加だったんで、まあちょっと緊張もしてたんですけれども、本当結構問題意識を共有してる方がこんなにいらっしゃるんだなっていうのを、なんかいろんなお話を通じてですね、感じました。まあ、我々は、研究室ですので、街中で活動したりとか、まあ、調査したりしてるんですけど、まあ、そこでなんかこう、感じたこととかが、まあ、結構街の人も感じてるんだなと。まあ、例えば、街中に溜まり場があんまりないよねとかですね、歩行者の、十分なスペースが、まあ、ないよねとかですね。まあ、そういうところをいろいろ、指摘いただいて、あ、そうなんだな、やっぱ街の人もっていうところが、まあ、一つ、収穫かなと思いました。あと、いきなりちょっと区長が入ってきて、すごい緊張した瞬間があったんですが、なんかいろんな方と、多分、普段、こうやって話す機会がない方と、まあ、区長を含めてですね、お話しする機会があったっていうのは、非常に、貴重な、経験だったなと思います。あと、やっぱり、なんか、国士舘もですね、多分役所も、まあ、どこの組織もそうだと思うんですけど、縦割りで、お隣が何をやってるか結構知らないと。で、いろんな話をしていくと、いや、国士舘のあそこのゼミ、三茶でこんなことやってるよ、みたいな話を聞かされたりしてですね、なんか本当、もうちょっと、身の回りも含めていろいろ、きちんと情報共有しながらですね、これからの活動に生かしていくことが大事だなと思って、まあ、本当、いろんな立場の方と情報共有できたってことが、今日の一番の収穫意義だったなと思います。まあ、この場にお呼びいただいて本当にありがとうございました。このまま私で行っちゃいます？あ、治りました。ありがとうございます。あ、じゃあ
じゃあバトンタッチします。こんなトマさんが手を挙げてくださったんで、とあのお呼びしてみました。ありがとうございます。はい、まあ今回こういうふうにお声がけいただいて、まあパッと見何やってんのって分かりづらいような、立場だと思うんですけども、まあ基本的にはまあやっぱ僕が喋るよりも、タンチャコに遊びに来ていただいて猫と遊んでいただく方が全然魅力が伝わると思うんで、まあお気軽に遊びに来てくださいということをお伝えしたいです。はい、いろいろ連携もいろいろウェルカムですんでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あ、そうかさんお願いできますか。ちょっとお願いします。はい、ありがとうございます。サンチャ周辺で子育てサロンをしている松岡と言います。今日はどうもありがとうございました。やっぱ子育てサロンをしているっていうことで、あの子育てをテーマにしてあのお話ししたいっていう方が来てくださったのですごく嬉しかったです。あのテーブルトークの中で あったらいいなっていうのを、子育てに優しい街づくりのこととかを言葉にできたとか、あと誰かに伝える機会があったことがとても良かったっていうのが出てきたのがとても印象的でした。あとあの三茶の未来像の未来像いくつかあの9個挙げてあったんですけど、ここに参加するまではとてもなんか遠い目標に見えてたんですけど、今日いろんな方とお話をしたり、いろんな方のあの話を聞くことで、あ、なんか私たちとか私たちの団体でもこれになんか近づけるようななんか活動できるんじゃないっていう、少し現実的に考えられることができたのもあの大きなヒントだったなってあの思いました。あとはそうですね、さっきもお話に出てたんですけど、縦割りとかっていう言葉がちらっと出たんですが、まあ、確かに今までなんかこういうのがあったらいいよねっていうのを自分を含めてその自分のスタッフだけであの完結することが多かったので、こういういろんななんか協力するといろんななんか化学反応じゃないけどなんか新しいことが生まれそうなあの予感がたくさんしたので、これからも連携を取りながらあのお母さんへの活動を、まあ、都会での都会中心部での挑戦って結構難しいと思うんですけど、子育てに決してすごく優しい街っていうのとは少し違う部分もあるので、でもその中で私たちにできることっていうのをあの具体的に形にしていけたらいいなって強く思えるあの時間となりました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。化学反応という言葉が出ましたので、すごく良かったです。すごく狙いだったんですごく嬉しいです。ありがとうございます。飯島さんがですね、手を挙げてくださったので、あのお呼びしてみたんですけれども、いかがでしょうか。どうも、いつも大変お世話になってます。ありがとうございます。今日は大変動かせていただいたのと、こういう会議に慣れてないので、かなり疲れました。どうしたらいいんだ、あっち行ったりこっち行ったりとか、なんか人が来てくんないよとか言って、本当に慌てたり、慌てついでに電気落としちゃったりしちゃったりとかして、次回はちゃんとやらせていただきたいと思います。三軒茶屋の商店街では今、デジタル化ということで、ホームページの更新ですとか、それから YouTube などなどを果敢に攻め込もうということで今考えているところです。コロナということでなかなかイベントが開けないので、そういうことで、しっかりと商店街やっていきたいと思っておるんですが、何せ、従来のアナログ人間ばっかりの集まりなんで、皆さんのような新たな考え方を持った方がどん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 ちょっと商店街に、話しかけていただけると非常にありがたいというふうに思います。商店街非常に 軽く動きますので、ぜひちょっと話しに来てください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、飯島さんありがとうございました。改めて、本日ご登壇いただきました、団体の皆様ありがとうございます。
本当に皆さんのテーブルでですね、いろんなお話が繰り広げられたということで、大変嬉しく思っております。今日参加してくださった皆さんお一人お一人が、明日から自分らしいまちづくり活動に向けて一歩踏み出すきっかけとなりましたら幸いでございます。引き続き世田谷区のまちづくりへの取り組み、そして基本計画三茶の未来についてご関心を持っていただけたら何よりでございます。それではですね、2時間半というお時間でしたが、皆様最後までご参加いただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、この後はですねありますので一旦自由解散となります。会場自体は18時まで開放しておりますので、話し足りなかったなという方はぜひこの時間を使って会話を深めていただければと思います。それではこれをもちましてプログラムは終了をさせていただきます。本日はお忙しいところ第3回三軒茶屋駅周辺まちづくり会議にお越しいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。はい。